クラちゃん、あんたが一番遅いよ。若い人はみんな揃ってる。<laughs> じゃあお母さん、すみませんね。おいさん、お疲れ様っす。なんだ、みんな真面目に待ってたんですか さんまでもやってりゃよかったのに。皆さん、連日の不眠不休の捜査、本当にお疲れ様です。おっす<し>状況はかんばしくありません。所長が、 その崎系議員の同活に屈したそうです。近日中に、高野殺しは岐阜県警に譲り、村長たちの失踪は、行方不明扱いで、生活家に委ねるようです。請求した令状も全て却下されました。課長からは、その崎系界隈には近づくなとまで言われています。 いやいや困ったもんです。ちなみに、私には来週から警視庁への研修命令が出るそうです。その後は余った有給を伊豆で消化しろとまで言われています。いや、そういうのも悪くないですね。いつもそうですが、 事件と車のキーの閉じ込めはよく似ています。開けるための鍵はいつもその中に閉じ込められているんです。車なら修理業者を呼んで扉をこじ開ける。事件ならマちゃん、詰め私もずっとこの商売をやってます。 犯には自信があるつもりですがね。今回ばかりは外れるかもしれませんよ。退職金が欲しい方は、私が十数える間に席を外してください。9、10! あ,ああ、誰も出てかないよ。 皆さん、ご家族はもっと大切にしてくださいよ。<laughs> <laughs> 各自、手元の資料を確認。監視カメラの所在と資格を叩き込んでください。熊ちゃんは指揮者で待機。非常時は私に代わって指揮をお願いしますよ。小宮山君は突入 A 班。 アツシ君は突入 B 班を指揮。監視班は1から8まで所定の位置で監視を。ボンチ君はタイムテーブルを厳守。署に怪しまれないよう、ローテを管理してください。さて、待機中の班が一番大仕事ですよ。課長に私の所在を聞かれたら、とぼけてください。<laughs> <laughs> ゲストのエスコート役は私がやります。きっと会場へ連れて行きますので、皆さん気長に待っててください。落ちるっすかね、前原圭一は。私の見たところじゃ、明日明後日には行けそうですよ。もう、コロッとね。<laughs> うん